さあ続きましては日本がエデンの東だとすればひょっとしたらアダムとイブの墓は日本列島のどこかに今でもあるのでしょうかそれとも大洪水で押し流されてしまったのでしょうかまた「ホムタと「ワケとはどういう意味なのでしょうかまず誤解のようにときますと、はい。 イエス・キリストは復活の初歩なんですね。うん、イエス・キリストが人類この地球に属する、はいうん、ガイアに属するアダムからある系譜における全人類の最初の復活、うんえー、新約数値を見ますとイエスが復活した後、聖人といわれる人たちはどんどん地面が出てきたの エルサレムに溢れたたはい。ということはうんもうお,お墓があったとしてもまあアダムは復活して今地上にはいませんもう天に上がってます、ね、だからそういう人たちも全部上がってますから、はい、ある場所へある場所へね。 まあだからそういうわけであの復活という概念を入れていただくと、ね、答えが、えー、見えて、えー、まいります。はい、あと先生このホムタと分け、えー、ホムタわけでしょう。<は>まああの応仁天皇の別名、えー、あとホムタというのは結構あるんですよ。うん、で応仁天皇と同じようにホムタというのを持ってる天皇まあまあ牙号であれ俗名であれは全部同一人物です。うんうん うん、だから裏の名前で、道通の天皇が分かる、これも全部実は、多次元同う存在の時きに浜辺君じゃ全部ばらしてくれましたんで、そのばらした結果、多次元同う存在のメッカが、この神社だと分かったら、今、すごいですよ、観光バスが20代、30代、大型、この神社に殺到して、パーキングが次から次できてる。 もう今あの周りはまるで城下町だ僕と三上編集長いた時はなんか古くさい鳥居も,もう腐りそうなもう今全然違うんですよだから三上編集長はねあの宮司が会えないとおこもりになった時誰のたおかげでここまででかくなったよと思っとるんやと言って怒ってましたよ <laughs> でも